ご機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターを務めますミクニです。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です。今回は教会で最も穏やかな方という代名詞がついていた吉田さんをご紹介します。吉田さんは明治生まれ。10代の頃はとても気が短く、いつも誰かと喧嘩をしてしまう性格でした。気に入らないことがあるとすぐに会社を辞めてしまって、ある時は就職したその日に帰ってしまうなど、10回以上会社を転々としていました。造船中の軍艦の上で取っ組み合いの喧嘩をしたという逸話があるほどでした。そんな10代を過ごした吉田さんは、20代のある時にクリスチャンの同僚の友人に誘われて教会に行き、イエス・キリストに出会い、すっかり人間が変わりました。それからは定年退職するまで一度も会社を辞めることはなかったのです。教会の礼拝を第一とし、欠かさず毎週礼拝に出席していました。ある時吉田さんは風邪をひいて、どうしても礼拝に行けなくなりました。すると布団の中からシュクシュクと泣いている声が聞こえるのです。奥さんが、どうしてあなたはそんなに悲しんでいるのですか？と聞くと、今教会でみんなが賛美を歌ってると思ったら悲しくて、と泣いているのです。しばらくするとまたすすり泣く声が聞こえます。どうしたんですか？と奥さんが再び聞くと、今教会ではメッセージを聞いている時間だ、と自分がそこに行けないことを悲しんでいたのです。もう一つのエピソードをご紹介します。吉田さんは川崎重工に勤めておりましたが、戦争中は増産体制を取り、休みなく7日間働いていました。ある土曜日、日曜日に教会に行けないから辞めますと班長さんに言いました。すると班長さんは慌てて、ちょっと待って、とにかく明日も来なさい、と言いました。翌日の日曜日、出勤すると班長さんは、君は今からこれをつけて、ちょっと出かけてきなさい、と言って、公用という公の用事の意味が書かれている腕章を渡しました。それをつけると街を歩いていても憲兵から捕まらないからです。吉田さんは教会の礼拝に出席し、終わったらすぐに会社に戻りました。班長さんはそのように配慮してくれたのです。吉田さんが班長になった頃、毎朝各班がその日の仕事を取りに行くのですが、みんな少しでも楽な仕事を先に取ろうとしました。吉田さんはいつも最後に残った仕事を引き受けていました。部下たちは、うちの親父は人がええから我々が苦労すると言っていたそうです。ところがある時、川崎重工の機関誌で、俺の親父はクリスチャンという題で部下が吉田さんの人柄をたたえて記事を投稿してくれていたのです。吉田さんはそれをとても喜んで、切り抜きをいつもカバンに入れて持ち歩いていました。とうとう吉田さんも徴兵され、鳥取連隊に入隊し、初年兵訓練を受けました。その訓練では俳優の長谷川一夫さんも一緒だったそうです。初年兵訓練が終わった後、長谷川一夫さんは慰問団として他の場所に行きました。その時、川崎重工から鳥取連隊に連絡が入りました。
吉田を返してほしい。彼がいないと軍艦に大砲が据え付けられないから。というお願いでした。一度徴兵された人が戻るのは異例中の異例で、吉田さんは川崎重工に返されました。一緒に訓練を受けた仲間は移送船に乗って外地に行き、途中で潜水艦にやられて皆亡くなってしまいました。もし川崎重工に呼び戻されていなければ、吉田さんもその移送船に乗っていたのです。吉田さんは2000年、91歳で天に召されました。息子さんは最後まで教会に行けるようにと、車椅子のお父さんを乗せることができる大きな車を購入し、家族で協力して連れてこられていました。私は告別式で吉田さんが昔喧嘩っ早い短気だったと聞いたときはとてもとても驚きました。なぜならいつも柔和な方だったからです。近年90歳のご婦人から聞いた話です。ご婦人がクリシャンになったきっかけは10代の頃、神戸の元町商店街を太鼓を叩いて賛美して歩いている人たちがいて、その人たちから誘われて友達と教会に行ったのがきっかけだったそうです。その中で吉田さんはいつも賛美しながら大きな太鼓を叩いていたそうです。聖書のガラティア人への手紙5章19節から23節にこうあります。肉の技は明らかです。すなわちみだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、友好、そういった類のものです。以前にも言ったように、あなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。吉田さんはイエス・キリストに出会って変えられ、この実を表すものになったのです。次回もお楽しみに。聞いてくださるすべての人の上にイエス・キリストの祝福がありますように。